ブンブン、ハロウ u t チュ e どうも、サルです。この動画を撮影しているのが、9月16日の早朝になります。予定通り深夜、というか、9月16日の早朝、Apple のイベントが開催され、様々な新製品が発表されました。結論から言いますと、今回のイベントでは、新型の iPhone、iPhone12 シリーズは発表されず、今回発表された商品としましては、新型の Apple Watch、 新型の iPad Air、新型の iPad、そして Apple One という新しいサービスが発表されました。今回は新型の iPhone は発表されなかったものの、今ご紹介したような新製品が発表されましたので、各モデルのスペックや特徴などについて簡単にご紹介したいと思います。まずはこちら、Apple Watch Series 6。毎年発売される Apple Watch の最新モデルで、今回は Series 6になります。最新モデルと言いましても、 デザインはこれまでのモデルを踏襲しており、四角い本体にベルトを取り付けるという形になっています。本体につきましても、上寄りに配置された大きな操作用の流通、そして影になって見えませんが、この部分にボタンがついています。まずは科学からご紹介しますと、ベルトとケースの素材、それからディスペイのサイズによって価格も様々ですが、例えば価格が比較的安いモデルとして、ケースがアルミ製、バンドがスポーツルーフと呼ばれるタイプのバンド、 こちらのモデルですと、サイズが 40mm のモデルが42,800円、44mm のモデルが45,800円となっています。処理速度的なところは、アルミケースもステンレスケースも全く変わりませんので、おそらく多くの方が買われるのが、こういったモデルになるかと思います。とはいえ、どうしてもアルミケースというのは安っぽく見えてしまいますので、高級感があるものがいいという方は、ステンレスケースを選択することになります。今回はステンレスケースのモデルとして、 カラーがゴールドっぽいステンレスケース。それから従来通りカラーがシルバーのステンレスケース。それから黒っぽいグラファイトステンレスケースというモデルも用意されています。価格につきましては、例えばこちらのグラファイトステンレスケースのモデル。こちらにつきましては、ベルトがスポーツルーフを搭載しているモデルで、40ミ、mm、リのものが72,800円。44ミ、mm、リのものが77,800円と、やはりケースがステンレスになるだけあり、 価格が一気にアップします。こちらが新しいアップローチシリーズ6公式ページの方になります。こちらの公式ページの方には発売日についても記載されており、新型モデルの発売日は9月18日となっています。この公式ページの記載内容としましては、まず新機能として血中の酸素濃度を測定できるようになっています。もちろんアップローチは健康器具ではありませんので簡易的な測定にはなるものの、 体内にどれだけの酸素が供給されているか Apple Watch Series 6を使って測定することができます。今回のこの血中酸素濃度の測定を行うため背面のセンサーはこれまでのモデルから大幅に変更されており割とシンプルだったセンサー周りが今回はかなり複雑な形状になっています。この複雑な形状をしている理由としましては単にセンサーだけではなく測定する際に使用する LED を搭載している関係もあり この LED で血管を照らすことによって血中酸素などを測定するという仕組みが採用されています。それから心拍数の測定ももちろん可能になっています。その他、睡眠を継続するアプリも搭載されました。というか、Apple Watch ではない、その他のスマートウォッチやスマートバンドにはかなり前から搭載されていた機能ですが、これがやっと Apple Watch でも使うことができるということになります。もちろん、これまで同様フィットネスアプリ、それからワークアウトといって、 厳密な意味としては違いますが、要はトレーニングを管理するためのアプリも追加されています。これまでアップルウォッチとしましては、ボディ素材にセラミックを使ったものがあったり、またかなり初期のアップルウォッチですと、ゴールドを使ったモデルもありましたが、今回のモデルはアルミとステンレスの2択になっています。ただ、アルミにしろステンレスモデルにしろ、新色が追加されていますので、かなり色合いとしてはこれまでのモデルと大きく変わっているのではないかと思います。機能的なところにつきましては、 ハードウェア的にも大きく変更された血中の酸素濃度測定機能。この辺が機能的なところでいう目玉機能になるかと思います。ですので、こういった機能が必要ないという方の場合は、より安い価格で販売されている旧型モデルを購入するというのもいいかと思います。そして、実は今回アップローチについて大きく変わったところがラインナップです。これまではシリーズ何々というアップローチ登場以来、ずっとこの一つのシリーズがアップグレードされ販売されていましたが、 今回は新しいシリーズが追加されています。それが Apple Watch SE というモデルになります。iPhone SE などと同じく SE という名称が付くことからなんとなく想像はつくかと思いますが、Apple Watch の中でも比較的低価格なモデルになります。まず価格からご紹介しておきますと、この Apple Watch SE の価格としましては、アルミケースとソロループというモデルの価格ですと、29,800円からとなります。といっても、 アップローチ SE につきましては、ケースはアルミ一択のみとなります。ただ、何と言っても魅力としましては、一番安いモデルは全力価格で2万円台から購入できるというこの価格の安さが、このアップローチ SE の最大の特徴です。とはいえ、ケースサイズが4 4部になりますと、32,800円となりますので、アップローチシリーズ6のアルミケースと比べますと、あまり大きな価格差はないということにもなります。 なお、これまでなかった Apple Watch のバンドとして、ソロループという留め具がないタイプのバンドも新たに追加されています。特徴としましては、最新の Apple Watch の割に価格が安いというところ以外に、まず CPU としましては S5 になります。実は先ほどご紹介しませんでしたが、Apple Watch Series 6の CPU は、最新世代である S6 が搭載されています。ですので、シリーズ6よりは、この Apple Watch SE の方が、 1>, 1世代前の CPU を搭載されていることになります。その他は特別な機能もなく防水に対応していたり、これは本体の機能というよりはアプリ面に関係しますが、ワークアウトの機能が追加されたり、健康管理に使ったり、スイカを使ったりと、これまでのアプローチとほとんど同じになっています。価格につきましても最新のアプローチにしては定価格ではあるものの、値下がりして販売されていたアプローチシリーズ6が、 税抜き価格でギリギリ1万円台で販売されていたことを考えると、極端に価格が安いわけではなく、また CPU も最新の Apple Watch Series 6と比べると1世代前のものが搭載されていたりと、やや位置づけ的には微妙なモデルとなっています。少しでも最新モデルで、なおかつ価格を抑えたいという方は、この Apple Watch の SE 購入を検討してもいいですが、基本的にはこの SE を購入するよりは、 アプローチシリーズ X のアルミケースモデルなどを選択すると処理性能や最新機能などを使うことができますのでそっちの方がおすすめかと思います。その他今回は新型の iPad Air も発表されました。これもかねてから噂されていたモデルでほとんど噂通りの仕様となっています。まず価格からご紹介しておきますと例えばストレージ容量が 64GB 通信がモバイル通信のつかない Wi-Fi モデルが62,800円 同じく Wi-Fi でもストレージ容量が 256GB になりますと価格は79,800円となります。噂されていた通りデザインにつきましても iPad Pro と同じようなホームボタンがないタイプのデザインになりましたので iPad Pro 感覚で使えるモデルが 256GB モデルでも79,800円ということでこれまでの iPad Air と同じく iPad の中でも比較的コスパに優れたモデルとなっています。逆に今紹介したスペック上の欠点としましては 選択できるストレージ容量が 64GB か 256GB しかありませんので iPad Pro などは 1TB も選択できるのに対して割とストレージ容量が少なめになっていますたくさんの映像素材などを保存したいという方はやはり iPad Pro の方がいいかと思いますが実はこのストレージ以外につきましてはスペック的にこの新型の iPad Air の方が優れている部分もいくつかあります 例えばこちらがスペックを比較した表になりますがまずは一番左側が今回発表された新型の iPad Air そして中央が現行の iPad Pro になりますスペックを比較しますと iPad Air の方がディスプレイサイズが10.9インチ iPad Pro が11インチサイズ的には基本的にどちらもほとんど一緒なんですが少しだけディスプレイサイズが iPad Air の方が小さくなっていますそして重要なポイントが CPU で意外にも今回発表された iPad Air の方が A14 を搭載し、A12Z を搭載している iPad Pro よりも高い処理性能が期待できます。自分は iPad Pro を発売当初に購入して、ベンチマークテストなどいろいろ行っていますが、とても残念だったのが、やはりこの A12Z で、最新の iPad Pro とはいえ、実はそこまで処理性能がアップしておらず、とてもこの CPU のスペックについては物足りないという印象を受けています。ただ、 今回発表された iPad Air につきましては最新の A14 を搭載していますので高い処理性能が期待できます。あと iPad Pro と同じデザインを搭載したことによって専用のキーボード、マジックキーボードやスマートキーボードフォリオ、これも iPad Pro と同じものを使うことができ、また Apple Pencil につきましても本体側面にマグネットでくっつけるタイプの第2代の Apple Pencil、これも iPad Pro と同じものを使うことができます。 ただ先ほども少しご紹介しましたが、ストレージ容量が最大でも 256GB しか選択できず、1TB 選択できる iPad Pro と比べますと容量はとても少なくなっています。そしてほとんど気にすることはないかと思いますが、カメラにつきましても新型の iPad Air はシングルレンズ、iPad Pro の方はデュアルレンズカメラとなっており、片方は超広角のカメラが搭載されています。 何か iPad を使って写真や動画などを撮影するという方の場合は iPad Pro の方がやはりカメラ性能は優れていますがほとんどの場合スマホで撮影することが多いかと思いますのでこの辺は特に気にする必要はないかと思いますそれ以外は基本的に iPad Pro と同じですので特に目新しいところはありませんが外見上の iPad Pro と大きく異なる点はカメラ周りのデザインのほか複数のカラーラインナップが用意されていますシルバーにスペースグレー ローズゴー、ロー、グリーン、スカイブルーといった、これまでは iPad はもちろんのこと、Mac でも採用されることのなかった様々なカラーラインナップが追加されていますので、ケースを付けずに iPad を使われる方は、もしこの iPad Air を購入するならば、いろいろカラーの選択肢が増えていいかと思います。やはり何と言っても、最新世代の CPU を搭載し、全体的なユーザーインターフェースとしましても、ホームボタンを使わない、 iPad Pro のユーザーインターフェースになりましたので、さすがに10万円はお金を出せないものの、手が格で最新のユーザーインターフェースを搭載し、ハイスペックな iPad が欲しいという方にとっては、この iPad Air はとてもいい選択肢になるかと思います。なお、この iPad 発売日は10月を予定していますので、もうしばらく待つ必要があります。そして iPad に関しては、今回は iPad Air だけではなく、廉価版の iPad、モデル名も純粋に iPad という製品につきましても、 最新モデルが発表されました。こちらはとにかく価格重視のモデルで、例えば Wi-Fi モデルでストレージが 32GB のモデルは34,800円。この iPad の最大容量となる 128GB モデルを選択しますと44,800円となります。ですので iPad の中ではとにかく価格の安いモデルではありますが、欠点としましては従来通りのホームボタンが搭載されているインターフェースだったり、また この製品につきましては、USB 端子がライトニング。本体の側面に Apple Pencil をくっつけることもできず、従来通りこのライトニング端子にペンを挿して充電するタイプになっています。ですので、Apple Pencil を使わないという方は特に気にはなりませんが、頻繁に Apple Pencil を使う方にとってはやや使いにくいモデルになっています。とはいえ、iPad Air や iPad Pro にはない特徴としましては、 こちらも従来通りではあるものの優先式のイヤホンを接続することができます。その他、CPU につきましては A12 にアップデートされました。ですので、現行の iPad が A12Z、今回発表された最新モデルの廉価版 iPad が A12 ということで、実は最上位モデルである iPad Pro とそこまで処理速度が変わらないということになっています。ですので、第2世代の Apple Pencil を使うことができなかったり、ユーザーインターフェースも従来のホームボタンを使うタイプの 古いユーザーインターフェースになっていたりと細かいところを言いますと色々と欠点はあるものの処理速度と価格のバランスから見るならばこの新型の iPad が最もコスパの優れたモデルと言えますその他特徴的なところにつきましては特別メーターらしいところはなくこれまでの iPad とほとんど同じになっていますあとは iPadOS も最新のものが登場しますので ですので、機能的なところとしましては、本体がどうかというよりは、最新の iPadOS で追加された様々な機能が利用できるという感じになります。なるべくハイスペックで、そして、とにかく価格が安いモデルがいいというならば、この新型の iPad は候補に入れてもいいかと思います。なお、この新型の iPad、発売日は新型の Apple Watch と同じく9月18日を予定しています。そして今回は Apple One という新しいサービスが発表されました。これは新しいサービスというよりは、 これまで提供されていた Apple TV や iCloud といった様々なサブスクリプションタイプのサービスを一つにまとめたものでこの Apple One という名称になりました特にファミリープランなども追加されていますので契約の仕方によってはこれまでそれぞれ単独で契約していた時よりもお得に利用できるということになります例えば個人プランの場合ですと1ヶ月1100円で利用できる内容としては Apple Music、Apple TV Plus Apple にの 50GB このプランをこの1100円で利用することができます。これがファミリープランになりますと1ヶ月1850円という価格ですが、iCloud の容量が一気に増え 200GB になります。この iCloud というのは iPhone や iPad、Mac といった Apple 製品だけではなく、一応 Windows などでも使うことができますので、もしスマホは iPhone だけどパソコンは Windows という方でも 実はこのサービスを利用しますとクラウドストレージにいろいろとデータを保存することもできますので意外と使えるサービスになっています。やはりこの iCloud の容量が大きいためどちらかというと使いやすいのがこのファミリープランの1ヶ月1850円の方になることもいます。この Apple One という新しいサブスクリスポンサービスにつきましてはこの秋登場予定となっています。ということでいかがだったでしょうか少し長くなってしまいましたが今回 Apple から正式に発表された新製品 そして新しいサービスについてご紹介しました。残念ながら新型の iPhone は発表されませんでしたので、おそらく iPhone の方は来月、10月発表となるかと思います。そちらも発表されましたら、また改めて別の動画で詳しくご紹介したいと思います。なお、現在販売されている Apple 製品、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方に貼っておきます。また、今回発表された新製品の公式ページの方も動画の概要欄の方に貼っておきますので、 各モデルの詳細が気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。